球、はい、平本選手と2020年の大晦日戦ってますけど、はい、あれから平本選手どのように変わったなっていうのはありますか？ MMA に対応してきてるというか、うんうんうん、まあ、この前のドミネーター戦もそうですけど、はい、まあ、自分でやることを徹底してたんで、うんうん、まあ、その辺に関しての成長は見れたんですけど、はい、まあ、それ以外で、まあ、その私生活の方、はい、もうそっちもね、もうだんだん調子乗ってきて、ね、もういろんなとこに変なこと言いまくってるんで、はい、まあ、だからあの減らず口を直すのはね、またもう小僕にするしかないなと思ってるんで萩原選手はあんまりそういう絶戦みたいなのしないですか？はい、あんまりしないですね、まあ、相手によるというか、あ、なるほど、まあ、相手がそういうことをしない選手にそういうことをしてもあんまりいい相乗効果起きないので、なるほどなるほど、そういうの相手見てますね。それこそ平本選手の時なんか一緒にインストライブやってましたよね。あれもやってましたね斉藤選手と平本選手の試合決まってどうですか、どう思いましたか最初？まあきついんじゃないかなと思いましたけどね、平本選手は。まあ、でも全然、まあ、チャンスはあると思ってるし、はい、まあ、やっぱり打撃だけを見たらやっぱり平本蓮の方がレベルは高いと思ってるんで、組まれる前にどれだけ打撃を当てて、はい、まあ、その斉藤選手の組力やったりスタミナを削るとか、うんうんうん、まあ、そういうところが結構勝負を分けてくるんじゃないかなと思いますね。なるほど。平本選手と、はい、あの萩原選手ちょっと戦ったじゃないですか、はい、あの時最初のちょっとの打撃があったじゃないですか、はい、平本選手、あの時萩原選手の感覚的にどうでしたか？あの時はそうですね、なんかそのあいつの距離に入ったら、うん、このなんていうんですかね、いつでも攻撃してくるぞっていうようなこの殺気というか、はいはいはい、あいつのこのなんていうんですかね、空間というか、はい、そういうのがこの感じ取れたんで、まだそういうその気を発する、はい、なんかそういうのがやっぱすごいなと思ったし、なんかそういうのはやっぱ対峙してみて、うん、まあ、あいつにしか感じへんかってことですね。なるほどなるほど。再戦はどうですか？まあお互い、まあ、それタイミングですね、お互い勝ち上がって、うん、もう最高のタイミングで、うん、来たらやりたいと思ってるし、うん、まあ、そのタイミングじゃなかったら全然やらなくてもいいと思ってるし、タイミングしたいですね。なるほど。